岬荘ですね。岬荘の廃墟です。ここからいる。素晴らしいアメリカ旅行。カレンダーかなこれ。9番じゃん。ここ鍵閉まってるな。振り返ってるわ。カレンダーがある。ちょっと見てみようか。足場はいいなこれ。97年になってる。平成9年。これ来たんかいね。タイヤが。あ、これも古いな。またこれいつだ。柴田競輪場って、これ書いてないかな。何年って書いてないな。セイコ、松田セイコ、渋垣隊か。セイコ。ここは何もないね。井戸か。うわ、井戸だ。この2階もあんだよね。2階行ってみようか。この建物の2階。
2階です。やばいなこれ、抜けるだろこれ、怖えな。新聞だ。1989年。うわ、89年、古っ。なんかそのまんまか。88年、テレビ古っ。泉南高校、エンペラー、黒、神風、聖子、松田、松田聖子、松田聖子、やたらですけど、これ GTO とかだから、そんなに古くないよね。ジャンプ1999年。あ、ここなんか割と新しいな。新しいって言っても古いけど、ドクタースランプなんですこれ。ほら、あられちゃんじゃん。ここだけなんか少し新しいね。そんな気がする。タバコ。コロコロコミックじゃん。いつだろう。86年。あ、でも。割と最近までいたのかな。この住人が一番長かったかもしれない。
作りって感じ。こっちもあるんだよね。じゃあこっちは違う。じゃあ2階から、ちょっと待ってね、ここから来た。じゃあ2階から1階に降りましょう。こちらは、ここトイレ。ちょっとなんで開いてんの。小麦粉？ワープロ。ワープロか。いつだろうか。98年。4畳か。わあ、フィギュア。鬼太郎、鬼太郎のフィギュア。これ降りようか、見てないんだよね。2階から見たからさ。何？うわー。
コン、筋肉マン、週刊少年ジャンプ筋肉マンが表紙だよ。スタローか。昭和61年82年だよ、ここ。猫がいたな。しっかり長男。チャーリーズエンジェルス。少女漫画が。この塔は2階から降りて1階行きました。はい、ということで三崎荘ですね。2棟あって1階2階それぞれ全部見ました。